福島八重隊は来年1月から放映されます大河ドラマ八重の桜に向けまして、新島八重と八重のふるさと福島県の魅力を全国に発信する PR 隊として、今年6月に結成されました。2ヶ月間の稽古を重ねまして、この8月下旬にデビューした皆さんです。ただいま、全国 PR キャラバンや福島県内における観光客への皆様方のおもてなし活動として、こうしたお祭りなど各種イベントなどで楽しいパフォーマンス、そして触れ合いなどを活動しております。さあ、これからですね、今日はどんなパフォーマンスを皆様にご紹介ができるのかといったところも楽しみなところですけれども、もう間もなくそちらのマイクの準備ができましたらご案内できると思います。ハンサムウーマン、ジャンヌダルク、そして日本のナイチンゲールと称されました会津自慢の女性偉人新島八重、その生涯を描きました八重の桜が来年スタートを迎えます。それも楽しみですね。そんな八重の桜を記念して結成されました福島八重、八重隊の皆さんのパフォーマンス、もう間もなくご披露できるかと思います。皆様、今しばらくお待ちくださいませ。なお、今見えたお客様、よろしければ多分まだパイプ椅子空いているものもあるかと思いますので、よろしければその会場内にありますパイプ椅子におかけいただきまして、ごゆっくりとご観覧ください。お使いになるときは座る部分をちょっと濡れていると思いますので、拭いていただきながらお使いいただければと思います。それでは皆様、お待たせいたしました。これより福島八重隊の素晴らしいパフォーマンスのステージです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。皆様、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。皆様、こんな雨の中どうもありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ちょっとマイクが、はい、皆様、こんな雨の中ではございますが、ね、雨に濡れたお城もまた一段と綺麗ですよね。私たちは福島県をこよなく愛するおもてなしキャラバン隊、福島八重隊でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。私は春一番に咲く八重の桜一葉。私は白く大輪の花を咲かせる白雪。私は花が木を埋め尽くすように華やかに咲き乱れる桜、吉野。私たちは福島八重隊を盛り上げる桜の妖精、大花と申します。またよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆様、この会津祭り、昨日今日と楽しんでいらっしゃいますか？ありがとうございます。ありがとうございます。このお祭りは会津若松を愛した、そして戦った先人の方々への感謝と鎮魂のため、そしてこの会津若松をもっともっと元気に、もっと豊かにとの願いを込めて開かれたお祭り。そして今の大きな話題は、なんといっても NHK 大河ドラマ、来年の NHK 大河ドラマがここ会津若松を舞台にした八重の桜が決定したことでございます。私たち福島八重隊もこちらの八重の桜をきっかけに結成された舞台でございます。私たち福島八重隊はたくさんの元気をこの舞台からお届けいたしますので、私たちのパフォーマンス、最後までどうぞご覧ください。どうした？
ージからの私の姿が見えます。弟の三郎です。断髪、断層し、会津若松城籠城戦で最
神獣スペンサー獣を手に奮戦したことから、私は後に幕末のジャンヌ・ダルクと呼ばれたこともございました。兄各馬を頼り京都へ移った私は、この方新島城と運命の出会いを果たしました。彼女がこの時代を強く生きる姿勢はまさに私の理想、ハンサムウーマンでありました。そして父山本権八は現部隊
城主組に編入されていましたが、9月17日一路関の戦いで討ち死に。弟三郎の形見の袴をまといスペンサー銃を持ってお城に籠城した山本八重は、後に幕末のジャンヌダルクと称されたのです。私の名は高木時代。籠城の際は八重の髪を私が落としてあげたの。私の名は日向由紀。八重とは裁縫も一緒に習い、一緒に笑って泣いて育った仲よ。この戦い、お城で皆様と共に戦います。傷ついた方はいない？怪我はない？私は瓜生岩子。戦いがあると聞いて怪我人や苦しんでいる人がいやしないかと心配で心配で北方から駆けつけました。私の願いは傷ついた方の苦しみを癒して差し上げること。私は中野武子。ここで自害して果てるより会津藩主片森様の姉ヘル姫様をお守りするため城主隊として戦うことを選びました。鉄砲を持つといえども八重殿には負けませんよ。よっ！よっ！もののふの高き心にくさぶれば数にもいらぬ我が身ながらも。会津藩砲術師範の家に生まれたこの私、こうなったら皆と共にお城に籠城し戦うのみ。私にとってこの戦、伏見で戦死した弟三郎の弔い合戦。この銃に会津の未来への思いを込めて戦わねばならないのです。力を合わせこの困難に挑むのです。私たちの絆の力でふるさと福島、会津を守りましょう。私もこの城で、私はこの刃で、私は江戸で習ったこの薙刀で、見事我らの災いを蹴散らしてご覧に入れましょう。私は八重の兄山本角馬。維新後の明治2年、洋学者として京都府の顧問に迎えられ、強力なブレーンとして教育行政や殖産工業の指導的役割を担った。私を頼り京都に来た八重は、日本の新しい時代の女性として新たなスピリットを見せてくれた。会場の皆さん、こんにちは。こんにちは。私は新島城、アメリカ陸から帰国後、キリスト教主義の学校を作りたいと東本戦争、京都で角馬さんと出会い、当時のキリスト教に対する根強い反発を乗り越え、明治8年、同志社英学校を設立することができました。その翌年、明治9年、私は山本八重さんと出会い、生涯を共にすることを決めたのです。私は新島八重、校歌2年、1845年会津若松に生まれ、激動の時代を育った日々、お城での戦いに臨み、後に幕末のジャンヌダルクと呼ばれた日々、そして会津若松に別れを告げねばならなかったあの日、しかし私は常に
前を向いて生きることを決意しました。八重、いつも一緒だったね。三郎、あなたの死は無駄にはしません。時を、雪、竹子、あなたたちの思いがあったからこそ今の平和な時代があるのです。ありがとう。あの時の熱い思いは今またこの福島を元気にするはず。岩子、あなたの素晴らしい看護を目にしたあの時気がついたの。戦うことより生きること、生かすことの素晴らしさを。ありがとう八重。日本のナイチンゲールと言われた八重を私は福島と会津の誇りに思う。熊兄さん、あなたの訃報を聞いた時の悲しさ、それが間違いだと死んだ時の喜び、そして角間兄さんが新しい道を開いてくれたことに生涯感謝をいたします。何を言っている八重。八重こそが会津若松で福島で育てた諦めない心、常に前を向く心を光を失った私に教えてくれた。ジョー、あなたは私に感謝することの大切さ、人と人、男女の平等の尊さを教えてくれた。そしてあなたと私の何万人、何十万人もの子供たちが今のこの平和な日本を守ってくれている。八重さん、君なくしては今の会津若松、同志社も、いや近代の日本もなかったかもしれない。僕の日跡も遺志を継いで守ってくれた八重さんを産んだ会津と福島に感謝、本当にありがとう。君の生き方はハンサムそのものだ。私の生き方は日本を変えたのね。私を産んだのはあなた、そして会津若松の福ハンサムユーマ。今また新しい戦いが待っている。再び福島、会津の素晴らしい人と自然を守る戦いが。足を運んでいただいて会津の魂感じてみてくださいね。それでは私瓜生岩子からは出身地でもある喜多方をご紹介いたしたいと思います。
今日お越しの方々の中で喜多方行ったことあるよという方いらっしゃいますか？あ、結構手が上がりますね。ありがとうございます。喜多方は昔は交易で栄えた町です。その名残の蔵が今も数多く残っております。なんと約4200棟もの蔵が今も残っているんですよ。そしてもちろん喜多方ラーメンやお蕎麦もとっても美味しいんです。そうそう、会津といえばお蕎麦最高ですよね。私、日向ゆきがおすすめするのはその会津のお蕎麦です。会津のお蕎麦は香り風味ともに申し分なく上質な蕎麦粉が取れる会津ですけれども、日本でも有名なお蕎麦のふるさとと言われております。これからの時期は会津各地で新蕎麦祭りが開催されますので、楽しんで 皆さんに楽しんでいただいて味わっていただきたいと思っております。じゃあ次は新島八重さんにお願いいたします。はい、私の生まれた地はこの、鶴ヶ城の近く武家屋敷町というところにあるんですけども、現在の、西出丸から少し行ったところの、米台四の町というところに新島八重出生の日というのが立っております。私はそこで生まれて角間兄さんに銃を習ったり、そして弟の三郎と一緒に遊んだりしておりました。また幼なじみの日向ゆき、高木時雄も、近くに住んでおりまして、一緒に習い事に行ったりもしておりました。私にとって大切なその出生地が今でも残っているということを、会津の皆様に本当に感謝しております。この私が生まれた美しいふるさとを全国の多くの方に知っていただきたいと思っておりますので、これから、私たちは全国にこの会津、また福島の良さを伝えに行ってまいります。今後とも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。今ほんのちょっとだったですけれども、会津には素晴らしいところがたくさんございますので、ぜひ皆様また遊びに来てください。私たち皆様のお越しをお待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。私たち福島八重隊はこれから様々な場所で全国の皆さんに福島会津の素晴らしいところをどんどん伝えてまいります。どうか皆様からも福島の魅力をたくさんの方々にお伝えいただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは聞いてください。福島八重隊でハンサムウーマン。四季の彩りの
した福島八重隊のパフォーマンスをご覧いただきまして誠にありがとうございます。このような雨の中、まあ、ちょっと見苦しい点もございましたが、このお城の前で私たちパフォーマンスができるのをとても楽しみにしておりました。こうして皆様の前でパフォーマンスをすることができて、私たち一同はとても嬉しく思っております。ここで最後にはなりましたが、皆様とご一緒にですね、新たな戦いへの出陣の勝ちどきをあげたいと思います。それでは皆様いいですか、右手を高々と上げてください。ありがとうございます。えいえいおーと元気よく3回行います。皆様ご準備はよろしいでしょうか。おーありがとうございます。ご一緒に、はい、会津祭りの成功とこの広場にお集まりいただいた皆様のご健勝、そして福島の発展を記念して、せーの、えいえいおー、えいえいおー、えいえいおー。なるほど。今福島から始めようハンサムウーマン福島やりたい会津若松に参上。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おもてなしキャラバン隊福島やりたいにどうぞ大きな拍手を送りください。ありがとうございました。そしてご覧いただいている皆さん、本当にありがとうございます。